エアコンから水が滴り落ちているのを見つけたら、カバーの中を覗いてみるといいかもしれません。でもその前に、感電しないように対策をしておきましょう。ご自宅の分電盤を確認し、エアコン用のブレーカーを見つけ、落とします。では始めましょう。カバーを開き、最初に目にするのがフィルターです。このフィルターは綺麗です。年に1回程度、シンクに水をためて掃除するといいでしょう。難しくはありません。フィルターが汚れていたら、それが原因かもしれないので、掃除してエアコンを動かしてみてください。それでも水漏れする場合のために、2つの解決策をご紹介します。作業しやすいように、液晶パネル用のコネクタを抜いてカバーを外します。壊れやすいので、配線ではなく、コネクタを引っ張りましょう。ここにもカバーがあるので中を確認してみましたが、今日の作業には関係ないようです。フィルターを外してみますが、それほど複雑ではありません。中にはアルミの層があり、非常に壊れやすいので注意してください。よく見ると、前の所有者が中を触ったようで曲がっている部分がありました。そして残りを外すには、隠れているネジを2本ほど外す必要があります。ネジを外せば、あとは爪で止まっています。機種によって違いますが、一般的にはよく似た構造になっています。下にあるこのプラスチックが見えますか？これのおかげで内部の水がせき止められ、排出用のパイプに水が誘導されます。エアコンの作動中に何が起きているかというと、このアルミの層が冷やされ、冷たくなったその層にファンが空気を送り込み、結果、部屋が冷やされるのです。そしてその時、空気中の水分が水に変わります。これが結露と呼ばれるもので、その水は滴り落ち、パイプを通って外に出ます。この機種のパイプは右側にありますが、左側にある場合もあります。そしてここが水に埋もれていたらパイプが詰まっているということです。前にパイプが詰まった時はコンプレッサーで空気を送り込んで詰まりを解消できました。パイプへの水の流れを調べるには電気部分に水をかけないように注意しながら内部に水を流し入れ、ちゃんと水が排出されているかを確認します。このパイプは家からそう遠くない場所に出ています。この映像のように水がスムーズに流れるようにする必要があります。容器いっぱいの水を排出できていればパイプが原因ではないようなので他の原因が考えられます。エアコンは右に水が流れるようにパイプに向けて少し角度がついているはずです。それが逆に流れれば水は溢れます。また溢れるほどでなくとも反対側に水が少し溜まる程度の角度がついていれば、そのまま水が冷やされて氷になり、この映像のようにアルミの層で氷が盛り上がり、エアコン本体の外に水が垂れてしまうかもしれません。つまり、部屋の床に滴り落ちるのです。それを確認するには、本体を軽く持ち上げ、パイプに流れていく水があるかどうかを見ます。水が見えたなら、エアコンを水平に修正する必要があります。ただし、エアコンを取り外す場合は、専門家の助けが必要です。私の場合は、上部の金具に小さなものをかまして、水平に戻すだけで解決しました。これでようやくカバーを戻せます。それぞれの部品とネジを元あった場所に戻します。そしてブレーカーをオンにしますが、電源を落としたら数分待ってから作動させることを推奨するエアコンもあるので注意してください。